イサミが操縦桿を上下に動かすたび、私も上下する。まさに二人で一人だったんだ。気持ち悪い。皆さんどうも、今回は前回と違って早速2話を見てきたんですが、皆さんはどう思いましたか？予想通りやっぱり、ザ・深夜アニメって感じだったね。良い子には絶対見せられない。いや見せたくない。なんていうか、やっぱりブレイバーンは気持ち悪かったな。まあ1話や PV の時点で察していたが、これやっぱりイサミのことを恋愛対象として見てるな。しかもブレイバーンは人間で言うとがっつり肉食系で、イサミを性的対象として見ているようで。あんまり言いたくないが、イサミに操縦させるイコール性行為と同じことだと捉えていいのかもしれない。うん、ルイスが乗ろうとしたら、はっきり好みじゃないって言ってたからね。前回の1話ラストを見た人でコメントにもあったんだけど、勇者ロボものが帰ってきた、って喜んでた方が結構いたけど、今回の2話見てはっきりと思った。スパロボものではあるが、これ絶対勇者ロボ系列ではないね。残念だけど。うん、僕らが知ってるエクスカイザーといった勇者ロボは、あんな気持ち悪いこと言わない。ましてや人類の存亡の危機が迫ってる時に、自分の好み優先で人を襟好みしたりしないよね。この作品、まあ最後まで見ないとなんともだけど、やっぱり嫌な予感がしてならないんだよな。口ではうまいこと人類救うなんてこと言ってるけど、多分これ建前に過ぎないんじゃないかな。人類との話し合いの時一方的だし、どう考えても違和感しかないよね。さっきも言ったように、ブレイバーンは人をコックピットに入れることをおそらく性行為と同じだと考えてる節があって、自分のその性的欲求に近いものを満たしたいがために戦ってる、ただの変態なんじゃないかと思えてきたな。つまり本音で言えば、人類なんてどうでもよくて、別に滅びても構わないと思ってるってことよね。だらしの男が異性の興味を引くために方便で嘘を言うように、イサミの気を引くために言ってるだけな気がするんよな。人類に限ったら確実にイサミに乗ってもらえなくなっちゃうからね。まあバーンを演じる鈴村さんの演技が極まってるせいもあり、ほんといろんな意味で生理的に気持ち悪いやつにしか見えないな。肝心のイサミとの出会いの部分はカットされていたが、イサミとのラブラブ濃厚な、を語ってる時なんか、そのタイミングを狙ってか、拷問されたイサミが、おそらくだけど、漏らしてるところが描写されていて、深夜とはいえ、なんて気持ちの悪いものを見せるんだ、大張監督、って心の中でいろいろと思ってしまった。監督、ロボットも尖ってるが、変態描写も尖ってるよね。そんな変態的なバーンに乗るということは、イサミからするとある意味、霊、されてるようなものだから。おそらくその自覚はないにしても、実際に乗ったイサミはそれを本能的に察して、乗ることを拒否してる可能性も考えられるな。もしそうだとしたら、本当に嫌すぎる。っていうか庭のイサミ、かわいそすぎるだろ。わけのわからない宇宙人ロボに、霊、まがいの操縦させられた後、今度は軍によって漏らすほど鬼畜な拷問受けさせられて、さらに休む間もなく二度目のブレイバーンへ登場させられるとか、正直精神が崩壊してもおかしくないな。近年のアニメでもトップレベルの不幸体質な主人公だよね。しかも最後のエンディング、あれ一体何なんだよ。最後なんであんなホモホモしいエンディング見せつけられてんだよ。大張監督、結構昔から男同士の行き過ぎた友情もの好きだけど、今回はもうはっきりとホモホモしい描写出してきたな。違う、そうじゃないって言いたい人いるかもだけど、途中がっつりとキモいカップルでつなぎしてたし、何より大張監督が放送後の X でホモと中二病では単なる変態だが、ホモ、中二病、二つを合わされば大張まさみとなる、とめっちゃ気になるコメントを残してたので、いよいよもって本性を表してきてた。か、監督が暴走してる？っていうか確信犯的にやったということが判明してしまった。これここまでやってるということは、本当にイサミとルイスは最後そういう関係になりそうな気がするな。というのも今回の2話でわかる通り、イサミはおそらくこれからもバーン含めて散々な目に遭わされていくことになると思われ、その果てに多分精神が壊れていくんじゃないかと思われるな。そこで今回のようにルイスに救われてくんだけど、その時ルイスに優しくされたことで真の友情に目覚めていき、し、
真の友情でそっちに目覚めちゃうのかよ。普通に可愛いヒロインキャラおるやろ。まあそれはあくまで可能性の話ではあるんだけど、エンディング含めていろいろ見ていくとそう思えて仕方ないな。あんなエンディング見せられたら視聴者の心も一緒に壊れるわな。とまあバーンの件含めて、なんともホモホモしいロボアニメなんだけど、2話の最後の最後にまたもどんでん返しというか、とんでもないものがぶっこんできてたな。2話にてついにデスドライブズという、やはり地球人類の抹殺が目的だという敵の目的などが少し明かされてきたんだけど、その最初の敵としてまずブレイバーンと戦うこととなったのが、オープニングなどにも出ていたスペルビアという敵だな。思った以上に早くも登場してびっくりだったね。ただ意外にも初登場にしていきなり撃破されていて、その時コアらしきものが吹っ飛んでいき、そのコアが海に落ちた後海岸に打ち上げられており、最後の最後にルイスが見つけることになるんだけど、やはり大方の予想通りスペルビアのコアはルルというオープニングなどに登場していたあの謎の少女だったようだな。最後の最後にやっとホモ以外のネタが投入されて一安心したよね。ちなみにスペルビア自体の声はなんとあの杉田智和さんが声を当てられていたらしく、ということはもしかしたらブレイバーンのコアというか中身もルルのような女性が乗っている可能性が高くなってきたな。おーおー、それなら勇を求めるのも致し方ないか。誰かが言ってたけど、バーンの中身は坂本真綾さんじゃないかなんて話もあったが、現実味を帯びてきたかもしれない。このままじゃなんかホモネタでこのアニメ侵食されちゃうから、どうせなら中身美少女であってほしいね。ただもし中身女性だとしたら、あのホモエンディングに繋がらない気もするから、なんともなんだよな。確かにマヤさんボイスの女性キャラとか絶対美人だから、さすがにイサミも惚れる可能性あるよね。あとルイスにも一応ルルがいるわけだから、となるとあのエンディングは本当にお遊び要素なだけかもしれないな。というかホモネタはまさかただの監督の趣味？大張監督、やっぱりそういう趣味が。とまあにはもういろいろと今後が気になる情報がいろいろ出てきたが、どちらにしろ勇者ロボものではないな。むしろ中身女性キャラだとしたら、バーンの目的はそれこそ本当にイサミとの子孫を残すことだったりしてな。そもそも変なのが、別にイサミが呪うと乗るまいと、特にバーンは問題なさそうってところが違和感があるな。なんか乗ってない時は力が出なくて弱いみたいな描写あったが、あれはただ単に乗ってなくてやる気が出ていないか、もしくはイサミに乗ってもらいたくてわざとやられてるふりをしていた可能性もあるな。なんかあれだ、好きな子に振り向いてほしくていろいろと演技したりするやつか。最後の必殺技もイサミ主導じゃなくて完全にバーン主導で、合わせて欲しくて一回止めてるレベルだからな。多分イサミ全く関係なく、バーンはスペルビアを必殺技で倒せていたと思うんだよな、あれも。だとするとやっぱりイサミが気の毒すぎる。バーンを満たすためだけに利用されてるのか。まあそんなイサミを救い出す鍵になるのがやっぱりルイスとルルだと思われるので、今後に期待したいな。ルイスのために本当の正義に目覚めたルルが、イサミを救うためにバーンを倒して真の勇者になる可能性も見えてきたな。というのも、公式のスペルビアの説明に高慢を司るデスドライブズという説明があるんだけど、バーンもこれもしかすると何かを司っているデスドライブズの一人である可能性があるな。見た目もスペルビアに近いし、絶対デスドライブズの一員だった可能性あるよね。まあバーンの行き過ぎた行動を見る限り、正義か愛を司るデスドライブズって感じはするが、どうだろうな。で、既存のデスドライブズ全員倒したら、今度はバーンが敵となり、その行き過ぎた正義と愛で人類に罰を与えようとするのかも。だとするとほんと、バーンが怖くなってくるね。と相変わらず、バーンの意味不明さと、さらにホモネタのせいでいろいろ忘れがちだが、今回のバーンとスペルビアのバトルシーンも本当にかっこよかったので、次回以降も期待ができるな。戦闘シーンはちょっと短いけど、でもいろんな意味で退屈させないストーリーもあるから問題ないよね。かなり戦闘シーンや作画に気合が入ってるので、毎度毎度見応えがあって、ほんと毎週木曜日の深夜が楽しみだな。ただいかんせん、今回2話はバーンとホモネタが強烈すぎて、その素晴らしい戦闘シーンなどが頭に入ってこなかった。いや、あんなエンディング流されたら、そりゃ頭の中汚染されちゃうよ。
ということでいよいよルルの正体が分かってきたところで、次回の3話がどうなっていくかも本当に注目だな。というわけで今回はここまでにしたいと思うのぜ。それではまた次回もお楽しみに。